説を加えます。まず滅鶏器中には亜鉛イオンがたくさん含まれています。そこに亜鉛板と滅鶏されるものを入れます。先ほどの実演動画では金色の真鍮板を滅鶏しました。亜鉛板は電源のプラス極に、滅鶏される真鍮板はマイナス極につなぎます。そして電源を入れるとマイナス極側から電子が流れてきます。それが亜鉛イオンと結びつき、金属の亜鉛が出現します。亜鉛イオンはプラス2の電気を持っています。そこにマイナスの電気を持った電子が2粒くればプラスマイナス0の原子に戻るというわけです。これが真鍮板の周りで繰り返し起こります。周りのイオンも引き寄せられ、次第に滅鶏が熱くなります。一方、プラス極側につないだ亜鉛板は自らの身を溶かしてイオンを放出します。これにより滅鶏液のイオン濃度は保たれています。